はやとの野望チャンネルへようこそ。突然ですが皆さんは通勤や通学に鉄道を使ったことはないでしょうか。僕は毎日ね、自宅の目の前が駅だったら最高なのになと思いながら生活しているんですが、今日はね、自由に駅を建てて鉄道を引いて街を大きくしていくゲーム、レイルウェイエンパイアというのをプレイしていこうと思います。それでは早速開始。はい、というわけでゲームが始まりました。まずはこのオマハの街から鉄道を引いていくみたいだね。ここがオマハです。ちっちゃい駅があって、まあ、建物が何軒かあって、肉だね、肉と、これは革のブーツかな、が名産になってる街みたいだね。でちなみに近くで牛が取れる養殖場があるようです。ここから牛を仕入れてるんだね。よし、じゃあ早速駅を作っていこうか。このオマハっていう街とノーフォークっていう、まあここは駅がない街なんだけど、ここに線路をつないで交易していこうと思います。まずはノーフォークに駅を作ります。これだね、小さな駅、この辺りかな。よし、できたぞ。あ、なんか向かいにもなんか建物渡ったね。でここをこの線路でつなぎ、あー、なんかちょっと建物潰れちゃうかもしれないけど、いいのかなこれ、潰れちゃっても。まあいいか、つないで完成。はい、建物立ち退いてもらいましたが、つながりました。であとはここを鉄道でつなぐだけだね。まだ結構年代的には1863年だから、2馬車とかが主流みたいだね。蒸気鉄道もできたぐらいかな。でここに列車を、これだ、フィラデルフィアっていう蒸気機関車だね。これを買い、路線を設定する。オマハからノーフォークに行って戻ってくる線路を作って完成。さあこれで、あー、来た来た来た、これだね。さあ早速どんどん貨物積んでるね。これが多分牛肉、あ、牛肉だね、めちゃくちゃ肉積んでる。来たさあ早速オマハから牛肉を大量に積んでノーフォークに向かっています。いいね、結構走り始めると楽しいな。どんだけ肉積むんだよって、こんなに多分いらないと思うんだよ、そんなにでかい町じゃないからな肉余っちゃうと思うんだけど。はい、着きました。で着いたら多分この荷物を下ろしてくれると思うんだけど、下ろしてる？あ、下ろしてるね、全部下ろすんだね。でノーフォークでは何が取れるのかな。ノーフォークはビールだね、多分これビール、ノーフォークのビールをオマハに運んでるみたい。超大量のビール積み込んでるぞ乗車するっていうのがあるね、こうかな。おー、あー、すごい、ほんとなんもないとこだな。それにしても警笛も鳴らせる、一人称視点列車の一人称視点っているかあ、後ろも見れるんだね。これでこの鉄道が、行ったり来たりするたんびに少しずつお金が稼げるはずなんだよね。街見えてきたね、あれがオマハです。ちょっとグネってつながっちゃってるな、ここもうちょっと綺麗につなぎたかったなまあ何はともあれ駅が見えてきたぞ。はい、結構さ、お客さんが待ってるように見えるんだけど、基本的に積んでるのは貨物のみなのかな。はい、というわけで1往復終わりました。でこれだけだとこの列車実は動かなくて、この途中にこれだね、補給灯っていうのを置かないといけない。まあこれは多分ね、水なんだよね、水。はい、補給灯ができました。蒸気機関だから多分水がいるっていうことかな。水じゃなくて石炭かな、両方かな、両方かもね。あ、肉以外のもの積んでるぞ。あ、乗客も積んでる、乗客と郵便物積んでるね。ちゃんと客も積むんだ。でこれだけだと肉とビールの輸送でしかないんで、さらに駅を作っていこう。次はこれだ、ここにトウモロコシが取れる農場があるんで、ここから町までつなごうか、オマハまで。ここに新たに駅を作って、この辺りかな、よし。で、線路をつないでいきます。よし、さあできたぞ。でここにまた同じように鉄道を買って路線を設定して、はい、これでこのコーンだね、トウモロコシを運び始めました。結構楽しいね、これでまたさらに少しお金を稼げるようになったんじゃないかな。はい、下ろしてます、いいぞ。
で、ただこれだとトウモロコシがオマハまでしか運べなくてノーフォークに運べないっていうことなんで、ちょっと入れ替えられる線路を作れってなってるね。ちょっと作ってみるか。この辺りから人にこうやって伸ばして、よし、これでいいね。で、あとは路線をノーフォークまでつないで、あとここをすれ違えるように信号機をつけないといけないみたいだね。信号これかな。はい、こうだね。よし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 、これでここをうまく線路を通り抜けてくれるはずなんだけど、ちょっと見守ってようか。来た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 、いいね。帰りの列車は手前を通って、あ、信号で止まったなんか来るのかな。何も来ないのに信号で止まっちゃってるんだけど、あ、奥から来てるから止まってるんだね。結構停車時間長いな、こうしてみると。ただ向かい合わせに来た列車が、来た来た来た、あー、めちゃくちゃコーン運んでる。あ、ここでちゃんと補給して石炭と水両方入れてるみたいな感じだったね。これでノーフォークにもトウモロコシを供給することができました。よし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 、帰りは空ですちょっともったいないな、帰りなんか持ってってほしかったな。で、あとはオマハに整備施設、これだね。列車の整備も必要みたいなんで整備施設建ててみました。ここで多分列車が老朽化したら整備してくれるんだね。というわけで、ここまでがチュートリアルみたいな感じだったみたいだね。で、ここからは自由に街を発展させていきます。目的みたいのがあって、オマハとノースプラットをつなげよう、オマハとシャイアンをつなげようっていうのがあるんで、ノースプラットとシャイアンに鉄道引いてみようか。オマハをどんどん成長させていこうってことなのかな。ノースプラットとシャイアンって、あ、これだ、ノースプラット。シャイアンは、あ、シャイアン、これ遠いな。お金持つのかな、こんな遠くまでつないじゃって。まずじゃあこのノースプラットっていうところにつないでみようか。いつも通り駅を作り、線路を引いていきます。はい、完成。ノーフォークからノースプラットを往復する列車を作りました。あれ、線路がないためノーフォークノースプラットを作成できない。え、おかしいな、繋がってるはずだけどな。なぜだ、線路がないって言われてる。線路あるよ。あれ、消えた。あ、ひょっとして他の列車がいるから邪魔ってこと。あ、来た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 。はい、これでノーフォークとつながりました。つながったけど、ちょっと駅のホームが1個だからここで詰まっちゃうね、ちょっとね。参ったな。駅を拡張する、これやってみようかな。拡張、はい、あ、来た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 。はい、線路が2個になったから、これでうまいことよしなに、よしなにやってくれないかな。空いてるホームに入ってくれるだろうか。これで出して、まあ、とりあえずつながったぞ。何にも産業のないノースプラットにつながりました本当に何もないチンケな町だ。で、あとなんだっけ、こっちか、西にあるこのシャイアン、ここにつなげっていうことだったね。ここもなんかしょぼくれた町だな。でも鉄道さえつながれば小浜から人がやってくるかもしれないもんね。まずは駅を作ってみよう。作るだけ。さっき作ったばっかりのこの路線なんだけど、乗客と郵便物を運んでるみたいだね。お金にならなさそうだな、郵便物。ちょっとこの路線をもう一個シャイアンまで足しちゃおうか。ノースプラットで止めないでシャイアンまで行って、ノースプラットに経由して帰ってくる。よし、これでこの列車がそのまま奥まで行ってくれるはず。ちょっと見てみようか。さあ、いろいろなものを下ろして、おいおいおい、手紙ばっかり積んでるんだけどめちゃくちゃ手紙積んでるな。あ、しかもなんかものすごい谷を掘って無理やり線路をつなげたみたいだね。さすがに山を登るほどの馬力はないのかな。これでシャイアンという町に列車が来るようになりました。で、シャイアンでは木材とビールを作ってるのかな。だから小麦からビールを作れるんだね。シャイアンではビール作ってるから、これだ、小麦と木材をシャイアンに入れよう。いや、入れるって言ってもな。まずまたちょっと駅をでかくしてみるか。駅を拡張。ここで木材を取ってるみたい。なんかだいぶしょぼくれてるけど、あ、木材いっぱい切ってるね。切ったままバラバラにして置いてあるんだけど、どうやって運ぶ気だったんだよこれ。馬車かな。
とにかく駅を作ってみよう。あ、これだね。こんな感じか。こっちにも同じように、よし。さあ、あとは線路をつないでいこう。ここをつないで、でさらにこっちからジャイアンまでうまく合体できる。だいぶつながりが危ないけど、よし、とりあえず強引につなぎました。なんか地面えぐれてるけど。で、あとはまた同じようにちょっと専用線を走らせようかな。路線はブラウン保護区からクック船団場を通りシャイアン。さあ、うまいこと走るかな。めちゃくちゃ積んでる。めちゃくちゃ積みすぎてるせいでもう木材積めない。ちょっと待てよ。ちょっと積めないな。小麦積みすぎかも。積む量とか調整できないのかなこれ。さあ、2往復目。あんまり大量に小麦積むんじゃないぞ。超積んでるんだけど。待て待て待て、もしや小麦ものすごい勢いで作れちゃうから、もう一本線引かないとダメなやつかな。うわー、線路が全部なくなったけど。しまった。止まってる。ちょっと待ってくれ。ちょっとやばいやばいやばい。まずもうちょっと駅を拡張して、よし、3路線になりました。で、一番手前の路線をここにつながらね、もうちょっと先ですか。こうつないで、よし。あれあれ、この列車どうする。待て待て、この列車どこにも行けないんだけど。まあまあいいや、知らねえ知らねえ、もう知らねえ。どうしよっかなこれ。ここも一回ちょっと入っちゃうか。これもいらないだろう。ものすごくお金が無駄に使われていっている。やばいぞ。よし、オッケー。これで一個つながりました。で、こっちは別でつなごう。またよし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 。で、最大の問題が、あ、ここにいた列車いなくなってくれたね。いなくなってくれたってどうなんだよ。あー、なんか一本線路余ってる。そして、ちょっと待て、これどうしよう。参ったな。よし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 、できたぞ。これでそれぞれがつながったはず。呼吸筒も作って完璧です。ちゃんと全部動いてくれてるかな。これでなんかちょっと怪しいんだよな。あ、動いてるね動いてるね。よし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 。さあ、これでめちゃくちゃ運べるようになりました。シャイアン、あ、なんかちょっと発展してない？シャイアン、あ、来た来た来た、同時に来た。いいぞ。はい、木材と、いいね、だいぶ良くなった。シャイアンが発展してきている気がする。なんかテクノロジーがアンロックされたな。新しい列車と急行列車、長距離区間で速度を上げることができる。めちゃくちゃいいじゃねえか。急行列車で頼む。結構距離あるからな、急行で運んでほしい。で、あとはまだまだやることがあって、畜牛をデンバーに運んで、そこから作られた食肉をシャイアンに運ぶ。デンバー、デンバーってどこだ。デンバー、あ、ここだ。ここに肉を運べっていうことみたい。で、デンバーからシャイアンに肉を運ぶんだね。ここにちょうど牧場があって、とりあえず駅作るか。はい、駅ができました。牛いる？あー、牛の鳴き声だけ聞こえる。姿は見えないけど、あ、いるいる。なんか急に牛が生まれたぞ。駅作った途端。いいね。あ、めちゃくちゃ牛いるじゃん。よし、じゃあこの牛を運ぼう、向こうまで。 OK。はい、で、忘れずに補給塔真ん中あたりに作って、新しいの買ってみるか。ドラゴン、ちょっとスピードが高くなって値段が高いみたい。購入。まあ、こんな短距離肉を運ぶだけの鉄道に新しい機関車使うのもどうかと思って。あ、なんか早い気がする。ちょっともったいなかったかな。早い早い、めちゃくちゃ早いぞ、おい。新列車、アメリカの国旗もついてる。これちなみに大量の、牛を運んでいます。畜牛だね。で、これでこのデンバーの町でこの牛が食肉に加工されるんだね。これをこのシャイアンに運んでくれっていうことだったんだけど、一個使われてない線路あるからここに繋ごうかな。ちょっと間違えちゃった線路あるんで、裏からちょっと行っていこう。よし、いいね。なぜ1台だけ裏から来るのか町の人たちはびっくりするだろうけど、仕方がないんだ。よし、またちょっとドラゴンで行ってみるか。
オッケー。さあ運んでるかな。あー運んでるね。肉めちゃくちゃ大量肉運んでます。シャイアン、あーなんか立橋みたいのもできたね。シャイアンいろんなものが運び込まれてるね。これで肉に小麦に木材に、なんか新しいもの生まれてる。なんだこれ、布。あ、布とかなんかあるね。今度は町が発展して布が作られ始めたみたいだ。シャイアンがものすごく大きな町になってきました。まだまだ発展しそう。手前にあるのは倉庫かな。醸造所だ。こっちは製織工場。服作ってるんだね。服というか布。シャイアンめちゃくちゃ育って今人口が4万9000人いるんだけど、オハマはどうなったのかちょっと気になるね。オマハでした。あ、オマハ全然育ってないんだけどやっぱりいろんなものを積み込まないと全然街発展しないんだね。オマハ1万人しかいないや。どんどんオマハをでかくしようって思ってたのに、すまねえオマハの民たちよ。完全に放置してしまった。もうここにはあんまり住みたくないかなそれだったらね、もう向こうでいいかなっていう感じで、もうシャイアンの方が好きになってしまった。あ、なんか乗客をたくさん乗せたいんだったら駅は街の真ん中に建てた方がいいって言ってる。あんまり立ち退かせたくなかったから橋に作ったのにな。ちなみにこのノースプラットは3万6000人結構いるね。まあそれよりも何よりもシャイアンよいやこの街は見てるだけで楽しい。どんどん運び込まれてる。またちょっと大きくなったかな。これで15万人をつなげようっていうのも達成されたね。さあ次は、オマハとロックスプリングスをつなげよう。ロックスプリングスってどこだ。え、ここいやちょっと無理じゃないここ遠すぎなんだけど。いやシャイアンから頑張ってつなぐしかないか。これ一番下の線とかあんまり使われてないんだよな。こっからつないでいきたいけど、拡張するか。もうちょっと、あ、これ以上でかくできないのかこれなんてこったこれ以上この駅でかくできないらしい。仕方がないんで、まず信号をつけてみようか。ここに、はい、信号をつけてみました。これでこっちを取ってここにつなげばうまくいかないかな。あとはこの信号に期待するしかない。あ、信号の向きが違う気がする。こうじゃないな。で、この2番線だね。使われていない、2番ホーム。ここに、これだ。ロックスプリングスの、電車をつなごうと思います。街の真ん中に置けって言ってたよな。旅客運びたいなら。ここでいいか。えい。あ、なんかいい感じに立ち退いてくれるんだね。真ん中でいいんだ。じゃあ真ん中から。こんなもんつながるのか。え、大丈夫これ。トンネル？費用やばそうだけど、大丈夫かな。はい。お金が足りなさすぎて、立ちませんでした。あ、そりゃそうだよな。仕方がないんで、迂回しながら、つなぐしかないね。なんかレンガみたいの取れるみたいだな、ここ。レンガも運びたかったけど、まあ、とりあえず仕方あるまい。ここ間違えたら最悪だな。よし！これで、決定。はい、つながりました。オッケー。で、補給塔真ん中あたりに置いて、かなり遠いけど大丈夫かなこれで。あとはいつも通り機関車を買います。ドラゴンで行こう。で路線はロックスプリングスからサイアンだけをつなぐ。そう、これで一応動くはずだけど動いてる。あ、いる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 。何乗せてるんだ。乗客と、郵便物を運んでるみたいだね。1週間の収支マイナスこれ絶対赤字路線だよ。こんなさ、僻地をつなぐべきじゃないと思う。この赤字路線の赤字は、シャイアンに通勤してる満員電車に乗ってる人たちが払ってるっていうことだからね、要はね。その分の運営費をね。これはちょっと良くないと思います。やっぱちょっと民営化した方がいいんじゃないの？民営路線なんだけど。私鉄なんだけど、これ。さあ、まあ何はともあれ、あ、めちゃくちゃビール運んでる。ビール余ってたんだな。まあ、でも速度はすごいぞ。山の中を行きます。さあ待っててくれよ、ロックスプリングスのみんな。大量のビールを持ってきたぞ。ここで補給を済ませて、なんか石炭みたいのが降りてきてるね。やっぱり石炭補充してるんだ。さあ着きました。さあビールを飲め。もうアルコール漬けなんだよこの町の人たちは。あ、でも乗客も運んでるね。
あとは100人の乗客をシャイアンからロックスプリングスに運送しようっていうのが書かれてるな。止めることなくシャイアンからロックスプリングス。これなんかこう設定しないとダメかもな。乗客運んでくれって言われてるのにビール運んでんぞ乗客を乗せてくれ、乗客を。ビールばっか積んでんじゃないかちょっと待ってちょっと待って、ビール積むのやめてくれ。よし、さあ貨物設定を乗客と郵便のみに変えました。これで今度こそシャイアンから、乗客と郵便だけ運んでくれるはず。あのビールだけ運ばれても街発展しないからなさあ乗客積んでくれ、頼む。来た、あー乗客全然乗ってない。あんな街行きたくないってすごい、いつもだったら10両編成ぐらいなのに全然いない客が。あーそりゃそうだよな、都会に出たらあんなとこ帰りたくないよな。さあ着きました。とりあえず乗客これでちょっと降ろせたね。何人だ、31人、あ結構運べてる、30人運べたみたい。あんなにかそってる街なのに出ていく人数の方がずっと多いんだよ1往復あたり120人出ていって30人戻ってくる。90人ずつ人口が減っていくんだけど大丈夫かよロックスプリングスもうやばいぞ、どんどんかそっていく。いやーなんか都会とつながったら発展するんじゃないかと見せかけてそっちに通勤しちゃうから街がより過疎化が進むってなんかリアルだな。ちょっとあれ故障が発生しちゃってる。あ、なったのか。さあこれであとは見守ればいいだろう。研究、あ、いろいろ研究ができるようになってるね。さらに新しい機関車の購入費が下がる、これもいいけどな。これだな、貨物車両ごとの料金を 8% 上昇させる。今円安もあるし物価高もあるからな。あ、なんだこれ、市長の訪問を受けました。何これ、なんか産業を購入してくれって言われたノースプラットの製材、あ、製材所を買ってくれってこと。ノースプラットの、あ、買おうか、買ってみた。なんか僕所有の製材所ができました何そんなのあるんだ、自分の製材所だ。この製材所の木材売れば儲かるっていうことだね。だからねこれできっとね。へー、あ、そんなことをしているうちにこのマップの目標すべて達成しました。やったぜ、はい、シャイアンが最強の街になりました。いや結構楽しいゲームだったね。あ、見て見て、ほらこれシャイアンからロックスプリングスに鉄道がつながったよっていうことみたいだね。ソルトレイクって聞いたことあるな、オリンピックなんかあったとこだね、アメリカのね。ソルトレイクシティにももしかしたらつながるかもしれない。西にはサンフランシスコとかあるんだね。次のマップはこっちをつなぐやつなのかもしれない。というわけでクリアしたし、ここまでにしとこうかな。皆さんご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はね、チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。